皆さんこんこにちは、えー、レク講師の雲野ですそれでは、えー、前回に引き続いて、えー、こんな時相続人って誰になるの今日はその4をお届けしていこうと思います。さあすで、えー、に学習しました通りですね、えー、法定相続人これは法律で定められた相続人ということですがこの相続人には、えー、血のつながった血族相続人とそして配偶者相続人という2種類に分かれていく。 そして血族相続人これには順位がありまして第一順位が子どもそして第二順位が直系孫族、まあ、いわゆる親などですねそして第三順位が兄弟姉妹という順位がついていたとそれに対して配偶者相続人は常に相続人となっていくということだったわけです。 前回こういう前回というか第1回目のところでお見せしましたよね第1順位子ども第2順位直系存続これが親などのことですそして第3順位が兄弟姉妹兄弟姉妹妹とも言いますそして配偶者は存在すれば常に相続人となり子どもとの組み合わせの時には1対1配偶者と直系存続との組み合わせの時には2対1。 配偶者と兄弟姉妹との組み合わせの時には三対一という相続分の比率だったわけですそれでは前回はこの第一順位子供がいる場合のお話でしたそれでは今回は第二順位直系存続の場合についてお話をしていこうと思いますさあそれではこういう家族関係だった時のことを考えてみてください さあまず、ですねこの第2順位という意味でローマ数字2となっております。さあでは、まずこれ、亡くなったのが被相続人 A さんなわけです。で A さんが亡くなりまして A さんには配偶者の B さんそして A さんと B さんとの間には子供がいないつまり第1順位の子供がいない状況なんです。 そしてこの時第1順位の子供がいなければ第2順位の直系存続いわゆる親のことです。直系存続が相続人となっていくつまり今回は配偶者の B は常に相続人となりそして直系存続の父親の C さんと母親の D さんというのが今回相続人となるということなんです。でえー 直系親がいる場合には第三順位の兄弟というのは相続することはできません。さあそれではこの配偶者と直系尊属が相続人の場合の相続分比、えー、まず配偶者えと直系尊属直系尊属は父親母親ここは1対1ということになります。ということになります。ちょっとだからえひ比例式でやっていきますと C 対 D というのは1対1なんです、ね。 でそしてですね c 対 d 合計したものその合計したものと b 配偶者 b との関係がこの c 対 d を合計したものと b との関係が c 対 d を1とすると b が2になるんですね。ということは 1+1 合計したものの2。 2に対して b が2倍になっていくわけでこれは1対1足した2の2倍ですから4ということになっていくわけなんです。でそうしますと対対はいうことでこれを比例式にしていきますと全部足せばいいんですよ 1+1+4。そうすると6分母が6ということで決まりました。 で分子はこれそのまま一一四乗せればいいんですから一一四ですね。でまあこの六分の四というのは結局三分の二ということになります。よって結論としましては今回配偶者が四六分の四こと三分の二でシート D が六分の一六分の一ということになっていくわけですね。 これが今回非相続人 A さんが亡くなった時の相続人および相続分ということになりますさあこのように第一順位の子供がいないときに初めて直系相続いわゆる親が相続人となっていくということですもしこの時お母さんの D さんが先に亡くなってしまっている A より先にお母さんの D さんが亡くなってしまっているのであれば三分の一父親の C が三分の二配偶者の B がそれぞれ相続します で、え、もし配偶者がいないのであれば、お父さんとお母さんは一対一。お母さんが亡くなっているんだったら、お父さんが百パーセントということになるわけなんです。配偶者がいなければ、直系存続だけで、相続します。お父さんだけであれば、お父さんが一人で百パーセント。お母さんとお父さんいれば1、二分の一、二分の一。で、え、とにかく第二順位の直系存続がいる以上、第三順位の。継手姉妹は相続することになりませんので、え、そこはご注意ください。 さあそれでは今回はこのように子供がいない場合第一順位の子供がいない場合直系存続第二順位の親のことです第二順位の直系存続が相続する場合について検討してみましたそれでは今回はこれでおしまいにします皆さんお疲れ様